お前はいつまで人の目を気にしながら生きていくの？自分のやりたいこと、自分の生きたい生き方、自分の人生どれだけ左右されてんの？人にどう思われるかビビってるせいで、俺なんかがデート誘ったら迷惑だ、俺なんかが声かけたら迷惑だ、キモいって思われたらどうしよう、嫌われたらどうしよう。そんなにビビっててどうやって自分の生きたい人生生きるの？ YouTube 始めたやついるんじゃないの？自分でビジネス始めてみたいやついるんじゃないの？転職したいやついるんじゃないの？学校辞めたいやついるんじゃないの？いつまで他人の目気にして自分のやりたいことから逃げてんの？本当にお前はそんな生き方していくの？お前は人の目を気にすることによって自分自身を犠牲にしてる。自分の人生を犠牲にしてる。自分の取りたい行動を取ってない人生は、お前の人生って言えるの？全部他人にどう思われるかに左右された人生。悔しくないの？他人にどう思われるか。それをもし気にすることがなかったら、自分の思うように他人に対して発言できたら、行動できたら、女の子にデート誘えたら、ずっとやりたかったこと始めれたら、身の回りの友達にどう思われるか気にしないで YouTube 始めることができたら、自分のずっとやってみたかったファッションに挑戦できたら、自分の生きたいように生きれなくて、俺もそのうちの一人だったから、前まで人の目気にしすぎて自分の取りたいってこと取れてなかったから、ビビってたから、ジムでベンチプレスやろうとして他人に割り込まれて何も言えなかったから、20分待たされてたから、ダブルチーズバーガー頼んでただのハンバーガー届いて何も言えなかったから、話しかけたい女の子いても話しかけれなかったから、デートしたい女の子、セックスしたい女の子いても行動起こせなかったから、あ、これこんなことして嫌われたらどうしよう、あ、安全地帯にいた方がいいわ。本当にそうか。その安全地帯にいて何が楽しい？その話しかけたい赤の他人、話しかけなかったら何も起きないんだ、一生赤の他人のままなんだって。そのやってみたかったビジネス、やってみたかったスポーツ、何でもいいよ、やってみたかったこと実際にやらないと、やってみたいなで終わっちゃうんだよ。何も変わらないんだって。お前の人生好かれようとすんなって。お前は好かれようとしすぎなんだよ。好かれなきゃダメだっていうプレッシャー与えてるから、その現場に立った時にビビって何もできなくなるんだよ。その好かれようと必死にやってる自分を捨てて、別に嫌われてもいいんだね、そこに。この好かれようとしない、嫌われてもいいっていうマインドは魔法なんだよね。なぜかというと、そっちの方が好かれるから。うん、魔法なんだって。逆なんだよ。この好かれようとしない、嫌われようとしない態度ってのが逆に人を引きつけるんだよ。これには自信が現れてるから、この自信が人を引きつけるからなんだよ。お前は逆なんだよ。お前は人にどう思われるか気にしてる、人に嫌われることにビビってる。だから最終的には誰も好きになってくれないんだよ。もちろんお前のこと嫌うやつもいないんじゃない？お前のこと嫌う人がいないってことは、お前のこと好きになる人もいないってことよ。うん、マジで。だってパーソナリティがないんだもん。で、パーソナリティがない、キャラがない男はつまんないんだって。で、つまんない男は誰も引きつけないから。うん、だから今のお前があるんだよ。だから好かれようとしていいことないんだって。もったいない、人生がもったいない。何年間続けるの、その生き方。あと少しずつ殻破ってけって。気になる人いたら声かけてみろって、褒めてみろって、おしゃれな人見つけたら褒めてみろって、着てみたかった服着てみろって、 YouTube 動画一本投稿してみろって。別にみんなに知らせなくていいよ、ね、友達にどうなるか気にしてるんだったらね、友達に何も言わなくていいから動画一本投稿してみろって。自分を表現しろって。店員さんにこんにちはって言われたら、大きな声でこんにちはって言い返してみろって。お前はそれすらもできてないんだって。嫌われることに恐れてる自分がいたら、すぐに自分に言い聞かせろって。別に好かれる必要ない。別に嫌われてもいい。いい？人間はいくらでもいるんだよ。嫌われていいんだよ。好かれなくていいんだよ、全員から。なんで全員から好かれようとしてんだよ。お前全員から好かれようとしてるから、誰からも好かれないんだよ。いい加減殻破って、自分の生きた人生生きろって。きついときこそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ。